何それ。おばんす。おばんす。な何今の。いや仙台から近いじゃんここ。うん仙台から近い。うんだから一応。あ何あのよくあるパーンってやつ。そうそうそうパーンってやつ。パーンだよね今の。パーンのやつ。あそんなの覚えたん。今日は何。今日はね、うん、あの仙台の駅前の、うん、あの出張飯をテーマにした。おお。そう。出張飯といえばね、うん、あのやっぱりこうその地元の名産品とか食べたいわけじゃん。はい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 、はい、でさ出張する人っていうのはその地元の名産品とか、うん、有名なものを食べたいと、うん、で駅前今撮ってもらったけど、はいはいはい、駅前仙台の駅前にあってかつ、はい、そのすぐ近く、うん、まあ駅前すぐ近くだからね、うん、そうすぐ近くで食べれる、まあ、牛タンのただ牛タンを教えても、うん、まああれかなと思ってありふれてるもんな最初からな。そう牛タンなんてまあどこ行っても大体うめえから牛タンカレーをね今回牛タンカレー牛タンカレー、あれね実際俺も食べたことないんだよね。あそうなんだ。俺も牛タン屋さんに何回も行ったことあるし、うん、いろんな牛タンも食べてきたけど、うん、牛タンカレーっていうのをあえて頼んだことはなかったわけ。なるほどね。そうでここが美味しいっていうふうに、ん、なんかちょっとネットで見たから、うん、ちょっと一旦ここで牛タンカレーをね。じゃあ早速行く行きますか。はいはい。来たねうわこれが見て牛タンカレー。そう牛タンカレーだから麦飯になってんだね、うん、なるほどね麦飯に、うんまあ、牛タンのカレーだよね。でっかい牛タン乗ってんだね。乗ってるでしょこれこれこれすごいでっかいよこれ。あとテールスープもついてんじゃん。そうテールスープね。これさ牛タンにしかないじゃん。確かにテールスープってのなかなか飲む機会ないよね。めちゃめちゃうまいのにさ、うん、すごい食べたい。なるほどなるほど。もう食べていい。もう食べて早速食べるわ、うん、最初はねまあ、カレーからいくか普通にね。牛タンカレーもキイチ初めてでしょ。初めての。俺いろんな牛タン屋さんとかさ、うん、行ってるし食べてるけど、うん、牛タンカレーはさ、うん、あえて頼んだりはしなかった。なるほどね、うん、初牛タンカレーということで、ちょっと牛タン絡めずに最初これでね。カレーだけで、うん、うまっ。あうまい。うまいわ。あのカレーの、うん、カレーと結構ご飯が、うん、麦飯だから固めなんだよね。なるほどね。普通の白米よりも、はいはいはい、でそれがさ、うん、香りがさこういい感じにその麦飯と、うん、あの麦飯と合うんだよ。あなるほどね。意外にねちょっと牛タンの風味あったりするの。えするするする。あそうなんだ。うん、だし。だし。だし。あなるほどね。まろやか。まろやかなんだ、うん、いやうまそうだわこれ。いやてかうまいに決まってるんだけどね。確かにいい意味でね皆さんの想像通りのうまい。なるほど。今から牛タン食べるでしょ。そう今牛タン食べる。いや大きいのこれ2つ入ってるもんね。そう。あめっちゃ柔らかい。あマジ。あと噛んだ瞬間に、うん、めっちゃ分厚いわけじゃん、うん、で普通の牛タン焼きってさ、うん、薄いじゃん。確かに確かに確かに。分厚くないじゃん、うん、だから分厚い牛タンだから、うん、噛んだ瞬間にこうジュワーってほぐれちゃう。で肉汁がすごい。ああそうなんだ。肉汁やばい。あとこれ全然辛くない。あ辛くないんだ、うん、多分、うん、その牛タンの味とかちゃんと分かるように、うんそんな辛くしすぎてない、ね、と思うんだ。全世代で食べれるのこれ、ね、あそうそうそ う, そう、ね、子供も食べれると思う。うわうまそうだわこれ。甘口とまではいかない。甘と中の間ぐらい。あなるほどね。一番いいじゃん、うん、ちょうどいいやつかな。うんうまい。え牛タン3つ入ってる大きいの。えだいぶでかいよ。野菜の甘みとかはしっかりするんだ。うんもちろん。なるほどなるほど。めちゃめちゃうまいよ。いや、うまそうだわ。前はでこんなところにちょっとテールスープもいただいていい。ああ、いただいてください。いや、これがうまいんだよね。テールスープはさ、もう、うん、安心する味がすごいよね。確かに確かに、うん、じゃあちょっといただきます。はい。あっつ。もう今の時点で熱い。ああ、しみる。テールスープは本当にうまいよな。しみる。ネギが大量なんだね。だネギのシャッキリ感と、うん、この
テールの肉のなんかこうすっきりとした味わいがこういい感じにさ、ネギがさいっぱい入ってるから一緒に食べるとすごい爽やかな感じ、あ、なるほどね、うん、いいね、うまそう。カレーに関しては、結構あれだね、あの俺の感覚の話なんだけど、めっちゃもう最上級のボンカレーみたいな。最上級のボンカレー、ボンカレーってだからその具がないじゃん。確かに確かに、なるほど確かに、イメージの話をしてる。なるほどね。そうみたいな、なんていうの、万人に好まれる、なるほど、ただ高級っていう。しかも牛タン、はい、これさあと2つでかい、でかいよ、めちゃめちゃ、まあ、止まんない、止まんないね。うん、あ、てか、うん、麦飯がいいわ。麦飯とカレーって合うね。意外だね、分かんなかったね、今ね。あのね、ちょ、あの結構やっぱ麦飯自体がやっぱこうベチョベチョ してない。ああ、確かに確かに、歯ごたえが結構しっかりあるんだよ、うん、で、これに今具がないじゃん、うん、あの牛タン以外、はいはいはい、だからそのなんていうの、食感、噛み応えっていうのはこの米にしかないわけじゃん。なるほどなるほど、だからそれが結構やっぱりいい、なるほどね、うん、なってると。いや、うまそう。しかもこれさ、値段さ、うん、750円でしょ。安いんだよね。安くない？牛タン、テールスープで、うん、牛タンこんな大きいの3つ入って、うん、あとで、このセットになって、ね、福神漬けとサラダもね。そう、福神漬けサラダついて750円は安い。安い、ありがたいね。ありがたい。だって、普通のカレー屋さんだとそんぐらいするんじゃん。確かに確かに確かに。700円ぐらいでしょ。うん、これにね、テールスープとかね、普通にそのぐらい払ってるもの飲みたいもん、俺。お得だよ。お得っすよね。今回はさ、このメニューからじゃん。うん。この牛タンカレーを選んだんだよね。そう、これを選んだけど、これ他のもうまそうだよね。確かに。牛タンシチュー定食。で、そして安いよね。確かに、全体的に値段も安いね。安いでしょ、1000円切ってるんだから。うん、この牛タンそぼろ丼とか食べたいね、これ。牛タンそぼろってどういうことなんだろうね。確かに。そうだ。ぶっちゃけね、牛タンそぼろとさ、うん、カレーで迷ったんだよね。ああ、確かに確かに。牛タンでこう、やっぱり私たち YouTuber だからさ、ちょっとサムネを気にしてしまってね。確かに。ちょっと牛タンそぼろにね、さ、パッと見てわかんないじゃん、うん、見た目だけじゃん。ちょっと次食べたいの、これね。そう、次食べたい。ちょっとレビューしたい、これも、本当に。あと、ちなみに、うん、あのご飯大盛り無料です。ああ、それ嬉しいね。食べ終わった。いや、食べたね。美味しゅうございました。いや、これうまかったでしょ。うん、満足度が高いよ。大盛りだし、うん、テレスープもやっぱ汁物飲むと結構お腹満たされるし。ああ、それ750円だもんね。うん、だから安いよ。確かにね。もうちょっと高くてもいいと思うけど ね、牛タン使ってるんだから、うん、うん、お得なんでね。うん、これ仙台からもね。そう、仙台からもうアーケード、1個目のアーケードをくぐる前に、うん、その、あるじゃん、うん、その、あるじゃん、あそこ、あるじゃん、ある、ある、ある、あそこのを行くとあるだから近いよね、とりあえず近い、とりあえず近い、5分ぐらいで行けるわけだ。行ける行ける、全然行ける。だから駅前で美味しく食えるんで、ちょっと皆さんぜひ行ってみてください。